さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。前回インテルアークの動画を出したのですが、とてもたくさんの方に見ていただき、本当にありがとうございます。人柱になった甲斐があったわね。まだ見てないって方はぜひ概要欄から見ていただければと思います。で、前回動画を出してから、すごいたくさんのコメントをいただいたので、そのコメントを検証していこうと思います。まだまだやれていないこともありますが、結構面白い結果が出たのでぜひ最後まで見てください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずは今回使用する検証機のご紹介。こちらは前回同様の検証機となっております。では早速検証行ってみましょう。検証1、補助電源は必要。前回の動画で、このグラボには8ピンの補助電源が必要というお話をしました。こちらのグラボは TDP75W なのに、なぜ最大 150W まで対応の補助電源が必要なのか。PCIe スロットが 75W まで対応なのに、なぜ補助電源が必要なのか、というところですね。ということで早速検証していきたいと思います。この前の検証後なので、8ピンが現在刺さったままになっています。その8ピンをとりあえず抜いてみます。はい、抜けましたね。で、これどうするの？そのまま起動させてみます。は。ということでスイッチオン。補助電源を挿してないことで、グラボのファンは回っておりませんが、パソコンは現在起動しています。ここら辺の LED がうっすら見えますかね。で、結局映ったの？それなんですが、この後いくら待っても画面が映ることはありませんでした。あら、それは残念ね。ということで次は、6ピンだけ挿して動くのかやってみたいと思います。え、6ピンだけ？はい、ここでちょっとしたお話をしたいと思います。そもそも、なぜグラボに補助電源が必要かって話です。最近ではグラボも性能が上がり、その性能を引き出すために電力が必要となっています。で、まずマザーボードに挿すことでマザーボードから電力が供給されているんですが、その挿す部分が PCI Express×16 の場合、75W まで供給されるんですね。あれ？ってことは、今回のアークの TDP が 75W なので、本来なら補助電源は必要ないはずなんです。なのに8ピンの補助電源が必要となっています。で、この8ピンのコネクタは最大 150W まで電力供給が可能です。え、じゃあこのグラボは最大 225W も必要なの？そこで8ピンより少ない6ピンというのがあります。6ピンは最大 75W まで電源供給可能なので。つまり PCIe スロットと合わせて 150W ってことね。ですです。補助電源全くなしは動かなかったので、もしかしたら6ピンでも動くんじゃないかなと思ってやってみます。それでは行ってみましょう。スイッチオン。お、今度はファンが回り始めたわね。果たして画面は来るのか？お。ということで6ピンで無事起動してきました。では補助電源の数でスコアが変わるのかベンチマークも回してみましょう。シュララ。こちらは左が6ピン使用時、右が8ピン使用時の GPU-Z なんですが、見比べてみたんですが、この状態だと特に違いはなさそうですね。なので、負荷をかけて差が出るのか見てみたいと思います。ファイナルファンタジー14。ということで6ピンで FF14 ベンチマークを3種類回してみました。とりあえずグラボに負荷をかけてもパソコンが落ちたりはしないみたいですね。え、それって8ピンの意味？では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。え、いやこれじゃ8ピンとの違いがわからないわよ。そう言うと思って表を用意しました。こちらが8ピンと6ピンとの差なんですが、若干8ピンの方が高い気もしますが、誤差範囲のような気もしますね。せっかくなのでもう一つ。ファイナルファンタジー15。こちらも3種類やってみました。とりあえずオーライお姉ちゃんが出発するまでは見てみましょう。では結果を見てみましょう。8ピンと6ピンの結果をまとめたものです。これを見る限り、ほとんど差がありませんね。確かに FF15 ベンチマークは8ピンでも6ピンでもほとんどスコア変わらないわね。ということは、結論。
8ピンの方が安全ではあるけど、6ピンでも動作する。そんな感じですかね。今回はやってませんが、OC をしたら、多分6ピンじゃ落ちちゃうとかあるかもしれませんね。では次の検証行ってみましょう。シュラララ。検証2、リザイザブルバーで性能アップ。続いての検証はリザイザブルバーを使用すると性能が上がるのかやってみたいと思います。リザイザブルバー。はい、リザイザブルバーとは、PCI Express インターフェースのオプション技術のことで、NVIDIA 専有の技術というわけではなく、AMD のスマートアクセスメモリーもほとんど同じ仕組みの技術となります。で、それが何なの？ VRAM は、テクスチャ、シェーダーなどゲームに必要な小さなデータを CPU から GPU へ転送しています。ただし、今までの技術だと 256MB という小容量でしか転送できませんでした。それをこのリザイザブルバーを使うことでその転送量の制限が撤廃され、必要な時に必要な分だけデータを転送することが可能になります。簡単に言うとグラボの性能が上がるってことですね。なるほど。それではまずはリザイザブルバーの設定を行っていきましょう。リザイザブルバーの設定は BIOS 画面から行います。パソコンの電源を入れたら、F2 とデリートキーを連打していきます。こちらが BIOS 画面になります。メーカーによって微妙に違うので、リザイザブルバーを設定する際は各メーカーホームページをご確認ください。ということで、アドバンスモードからセッティングを選びます。さらにアドバンストを選び、PCIe システムセッティングを選択。その中にリザイザブルバーの項目があるので、ディセイブルからエネイブルに変更します。あとは F10 で保存と再起動をします。こちらがリザイザブルバー UM の GPU-Z になります。左のアリの方は、リザイザブルバーの項目がエネイブルになっており、右のナシの方はディセイブルになっています。なるほど、これはわかりやすいわね。ではこれで検証行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。先ほどと同様に3種類の設定でやってみました。あれ？さっきより FPS 出てない。あ、シュラミちゃんわかります。いやまあなんとなくだけどね。では結果を見てみましょう。リザイザブルバーのありなしでまとめてみました。全体的に FPS もスコアも上がっていますね。大体ですが、1割から2割いかないくらいスコアが上がってるんじゃないでしょうか。設定で1割以上上がるってすごいわよね。まあ使ってるものは一緒ですしね。あとアフターバーナーで GPU の温度が表示されなかったので、HW インフォを裏で回してみたところ、最大温度は74度という結果でした。あれ、結構冷えているわね。私ももっと高いんじゃないかなと思ってたんですが、シングルファンでも結構冷やせてるみたいですね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらも3種類やってみました。とりあえずオーライお姉ちゃんを見てから結果を見てみましょう。では結果はこちら。FF15 ベンチマークは全体的にかなりスコアが上がりましたね。倍まではいきませんが、すべての設定で4割以上スコアが上がりました。4割って相当じゃない。まあベンチマークの結果だけだと軽量品質でギリギリゲームができるかなって感じもしますが、スコアだけでもこれだけ上がるのはすごいですよね。確かに。では次は実際のゲームもやってみましょう。モンスターハンターライズ。こちらも3種類の設定でやってみました。マップは前回と同じなのですが、同じモンスターがいなかったので違うモンスターと戦っています。前回の平均 FPS も乗せておきます。こう見ても FPS がかなり上がってますよね。グラフィック設定高でも 60fps 近く出てますし、低に至っては 260fps を超える数値が出てますね。これは確かにすごいさね。やっていても前回よりはかなり快適に遊べました。では次。フォートナイト。リプレイ再生がなぜか1日で消えてしまったので、違うものになってしまい申し訳ありません。なので若干 FPS に差が生まれてしまいましたが、リザイザブルバーありの方が割と安定して 200fps 以上出てるんじゃないかなと思います。状況が違うとはいえ、300fps を超える時もあるもんね。平均 FPS も40ほど高くなってますしね。では次。Apex Legends。ではまず訓練場から。
落ち込みもかなりありますが、リザイザブルバーリは60以上出てますね。次は戦場です。ここでもやはりリザイザブルバーの方は FPS が10以上上がってる印象です。もちろん建物やマップによっての変動はありますが、なしに比べたらまだゲームできますかね。ただ、実際にやってみた感想としては、結構カクつきが出るところがあったので、Apex を快適にやりたい場合はもう少し性能のいいものを買った方がいいかもしれませんね。結論、リザイザブルバーはかなり性能が上がる。そんな感じですかね。シュラララ。ということで今回は、インテルアークの検証第2弾でした。補助電源も面白かったけど、リザイザブルバーであそこまで性能が変わるっていうのはびっくり。確かにリザイザブルバーでの性能向上はかなり大きかったですよね。私もあそこまで差が出るとは思いませんでした。まあまだソフトやドライバーの成熟が足りてない感もありますね。あとこれからも色々と検証をしていこうと思っているのですが、このアークが実はクリエイター向けグラボとして出されていて、AV1 でのエンコードをやってみたいんですが、どうやってやればいいのかわからなかったので、もしわかる方はコメント欄で教えていただければと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。